どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、スペシャルゲストのバンプの経理をやっている森下さんに登場してもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日は、森下ちゃんに、ボブヘアの、もう簡単にもう梅雨の時期におすすめの、ヘアレンジをやってもらいます。ということで、で、大体肩ぐらいの長さの、長さですね、今。で、ちょっと癖があって、で、梅雨とかの時期で結構広がると思うんですね。で、広がったりとかしたらバサバサに見えるじゃないですか。で、それをバサバサに見えないようにスタイリングして、で、簡単なまとめ髪で、おしゃれに見える方法をやってもらいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、気になる方、これぐらいの長さの方、よかったら、あとね、癖毛の方もそうですね、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは、ブラシを使っていきます。全体的にしっかりと引っかかりがなくなるぐらい溶かしていきます。次にストレートアイロンを使っていきます。温度は140度でやっていきます。ストレートアイロンで毛先を巻いていきます。で、毛束をだいたい3、4センチ束ぐらいで取って、ざっくりで大丈夫です。で、中間からアイロンを入れて、毛先に向かって外羽に巻いていきます。これを、まあ、全体的に、熱が通るように、しっかりとツヤが出るようにやってください。後ろの部分も同様にやっていきます。まず表面は結構簡単に入れやすいかなと思うんですけど、多分襟足の部分っていうのが結構やけどしやすかったりとかもするので、襟足の毛束を少し上に持ち上げながらアイロンを入れてあげるとやけどしにくくてしっかりと巻けます。このくらいしっかりとカールがついてれば OK です。ベイビーヘアオイルを使っていきます。4滴ぐらい出していきます。オイルをなじませてから毛先からつけて、中間、根元の順に全体的につけていきます。このくらいツヤが出れば OK です。すべての髪の毛をまとめて、だいたい後頭部位置ぐらいでまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムの部分を押さえながら表面をボリューム出していきます。で、耳が出ちゃってると思うので、そこを隠すように髪の毛を下ろしていきます。トップはこのぐらいの高さで、耳も半分ぐらい隠れれば OK です。で、毛先にもう一度オイルをつけてツヤを出していきます。ヘアクリップを使っていきます。ゴムの上あたりにヘアクリップをつけていきます。頭を振っても落ちなければ完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。今日のポイントは、まずはしっかりと溶かす。で、この溶かすことによって、髪の毛って結構綺麗に面が整ってくれるので、まずは何をする前でもまずは一回溶かすっていうのがポイントです。で、その後に、まあ、ボブとか、まあ、短い髪の毛の方ってちょっと毛先って、まあ、巻かなくてもいいんですけど、少し跳ねさせた方がバランスが良かったりとか、おしゃれに見えやすかったりもするので、まあ、今回は毛先をちょっと、外跳ねに、ストレートアイロンで巻いてます。で、その後に、オイルをしっかりとつけて、で、このオイルも結構、まあ、2回に分けて今回はつけたんですけど、まあ、2回に分けてつけることによってより潤いが出て、で、湿気による広がりとかも少しこう潤いとかオイルのコーティングでガードしてくれるので、2回ちょっとつけさせてもらいました。で、まあ、引き出したところだったりとかも、あんまりこう2箇所ぐらいしか引き出してなくて、でトップの部分と、あと、耳上の部分ですかね、耳の底だけをちょっと引き出してるんですけど、まああんまり全体的にやりすぎても梅雨の季節だったりとか結構スタイル持ちにくかったりもするので、最低限2箇所、頭の形がよく見える場所を引き出させてもらいました。
で、この4点だけ守ってもらって、あとはまあヘアアクセをつけてもらったらおしゃれに見えるかなと思いますので、梅雨の時期アレンジだったりとか髪の毛ちょっとね悩んでる方って多いかなと思うんですけど、よかったらこのシンプルなポニーテールアレンジぜひお試しください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はじゃあ森下ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。また多分登場します、はい、また次回の動画で会いましょう、はい、さようなら。